東京電力の追加賠償で対象となる百四十八万人のうち。二十四万人の住所が分からず、賠償の手続きが進んでいないことが分かりました。東京電力によりますと、追加賠償の対象となるおよそ百四十八万人のうち。およそ六割の九十二万人から請求があり。そのうち六十四万人の支払いが完了したということです。しかし。 原発事故から12年以上が経過し、転居したり、世帯主が死亡し変更になったりしていることなどから、およそ24万人分の住所が把握できておらず、賠償の手続きが進んでいないということです。東京電力は、請求書が届いていない対象者に住所の連絡などを呼びかけています。問い合わせ先は、フリーダイヤル0120-926-470です。 郡山市にある民芸の里高芝でこ屋敷では毎年恒例の十二支の張り子作りが最盛期を迎えています。こちらの民芸店で作られているのは、来年の干と辰にちなみ、縁起が良い竜の顔などが描かれた張り子人形彦竜で凛々しくも可愛らしい。顔つきが特徴です。 十二支の張り子作りは今年5月頃から始まっていて。今がちょうど仕上げに当たる絵付け作業の最盛期です。あの買っていたお客さんが。少しでも笑ってくれるように、えー、作ってますね。<laughs> 幸せを呼ぶ張り子作りは。来年1月末まで続くということです。文部科学省の調査で。県内の子どものうち。 女子ではすべての年齢で肥満傾向の出現率が全国平均を上回っていることがわかりました文部科学省は5歳から17歳の男女の初育を調べる学校保険統計調査を行っています昨年度は女子ではすべての年齢で男子では12歳と16歳を除く年齢で肥満傾向の出現率が全国平均を上回っていました 一方で、男子では半数以上の年齢で前の年度より肥満傾向の出現率は低くなり、一部で改善が見られるということです。県教育委員会は、食習慣の指導などをしていきたいとしています。